ジオです。よろしくお願いいたします。ビビスタジオのエドスタトスロゴス。さあ始まりました、ビスタチオのエトスパトスロゴスでございます。お願いいたします。どうもお世話になっております。はい、この番組はですね、はい、我々ピスタチオが、はい、スコーナさん2店舗に行きまして、はい、それぞれの獲得枚数、はい、3333枚を目指そうという番組でございます。はい、ただしバケが先行してしまったら、はい、その日の獲得枚数はゼロということ。そうなんですよ、はい、これがなかなかネックになってきましてね。残り3回でございます。そうですよ、イジスさん、私は達成してますけども。そう、私がですね、うん、今獲得が、総獲得枚数が3204枚でですね、はい、残り129枚、はい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 、この状態ちょっと止まっております。そうですよ。で前回もですね、うん、ビッグが3連チャンしました最初、うん、これはもう行ったなと、行ったなと、まあ、安心してましたよ。感覚になりましたですね、うん、その後まさかのバケ4連と。ねえ、そうでございます。ということで前回0枚でしたので、0枚ちょうどメダルもなくなってしまいまして、結構怖いよ。なのであと3回だから結構、うん、もう半分ぐらいまで結構余裕だったんで、うん、なんかちょっとふざけようかなとか思ったんですけど、そうよ、もうおふざけなしで、なしです。まあ、今取れなかったら今まで1回もだから、そのね、うん、1回2回ぐらいパチンコとか打って余裕だぜっていうのをやろうと思ったんですけど、うん、もうできない状況で、できない状況です、なってまいりましたんで。お願いしますよ。もう何回も言ってるけど今日は決めます。信用してません。正直もうごめんなさい、見てる方がまだ行くなよみたいな空気あるかもしれないけど、うん、もう今日は、うん、行きます。誰も信用してません、その発言は。お願いしますよ、今日は行きます、うん、今日の2店舗目、スコーナ府中店さんでございます。お願いします。お願いします。それでですね、前回のちょっと放送見ていただきたいんですけど、キコーナ平井店でさんです、はい、私はもう達成してるんですけども、はい、やってしまいましたね。だいぶ落ち込みましてね。だいぶ落ち込みまして、だいぶ落ち込みまして、はい、先にこれ、うん、ちょっとやめてよ。何を。嘘でしょね。ちゃんとあるから。じゃあるのわかるんだけど、ちゃんとあるからさ。いや、やめてよ、うん、ちゃんとあるから。これこの返しが、じゃあ、うん、逆がされたらさ、うん、どういう気持ちになるんだよ、自分がされたら。あ、俺全然いいから、そういうの。あ、いいよ、全然いい。おい、行きましょう。やだよ、もう財布がパンパンなんだから。ちっちゃい財布なんだから、やめてよ。わかりました。じゃあ早速、うん、行ってみたいと思います。行きましょう、行きましょう、はい、はい、それでは今日も頑張ります。行ってきます。さあ、店内入ってきましたけど。入ってきました。すごい混んでるね。混んでるね。すごいのよ。しかもちょっと減ったんだね、一列ね。そう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 、僕らが一番好きだった一列がなくなってるという、うん、伝説の角がないから。悲しいなあ、あそこの安心感半端じゃなかったんだけどな。そうなのよ。どうします。ううすごい混んでるね、ジャグラー。すごい混んでる。やっぱこれあれよ、エトスパトスロゴスのおかげだね。そうです ね、 ねこれはちょっと感謝してもらわないと困るよ。すごいよ。みんなもう、みんなもうサイン求められちゃってね。いや、そんなことはないけどね。気になる台あります。伊地知さんも今回出してもらわないと。やっぱりそうよ、そうよ。吟味してます。真剣です。勝ちに来てます。やはりそれはそう、それはそうよ。勝ちに来てます。やはり勝ちに来ないやついないでしょ。真剣でございます。それはそうでしょう。ちょっと待ってよ、角ね。この辺もなんかある気はすんだよな。いいですね。お座席決まったの？俺ね、ここの55かな。あ、これ。うん。なんで？結構ハマってるじゃん。いや、でも51っていうよっと。この傾き？え、ちょっと、なんで傾きけたらいいの？だからビッグ先行してる方がいいでしょ。いや、よくない。よくないです。シンプルに。設定で考えたらそうでもないですよ、それは。勝ちに行ってますから、やっぱり。やっぱ1回のビッグで300枚オーバー出ますから、これ。なるほど。そうですよ。じゃあ俺これにしようかな。なぜ？ガッツさん150分の1で、うん、6の3で、今この663ハマってるから、それまで全然ハマってないの。はいはいはい。ってことは、これがイレギュラーでハマったと考えたら、次は落ち着くんじゃないかという。どっちかなのよ、ね。最初で過ぎたからハマって帳尻合わせたか、うん、そっちの方がでかそうだね。うん。うん。そう。思う。あのノーボーナスもいいよ。ノーボーナスもありだよね。ノーボーナス、まあどっちか分かんないね、まだね。やっぱ角のあのジャグラー出るイメージあるよね。ノーボーナス、これいこうかな。これいくわ。これですね。わかりました。はい。
さあ、伊地さん。はい。じゃあ決まりました。行きましょう。行きましょう。行きましょう。せーの。ちょっと待って。せーの回してる、こっちも。え、回しちゃった。回してんのかい。止めてないけど。せー、いい？あ、ちょっと待って、リプレイです。せーの。はい、残念。あ、いい、残念。あの、実はね、はい、台決まったじゃん。はい。セッティングしてるときにさ、はい、隣の台が空いてめちゃくちゃいい台なのよ。おう、合算138分の1、はい、ビッグ12回、はい、レギュラー10回、はい、期待できるでしょこれ。小沢さんがキモいからどういったってこと？違います違います。横にキモ、うん、キモが来たからどういったってこと？あ、違う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 。え、小学生みたいなこと言うのやめてもらっていいですか、ちょっと。隣にねえ、キモ、キモオが来たから。やめてください。どういったそんな、小2の男の子みたいなこと言うのやめてもらっていいですか、ちょっと。違うの？違います、違います。すぐ出る気がするんですよ。どういったから座ったのね。そうなんですよ。じゃあ俺もあれしようかな。小田さんの台見つけたら、どかして座ろうかな。どかすのは違うのよ。え？どかしちゃダメなのよ。あ、ダメなの？ダメです、ダメです。じゃあ、どいてくれるように懇願するっていう、うん、ちょっとやってみそれ。懇願、もしかしたらどいてくれるかもしれない。多分全員に土下座したら一人ぐらい、いや、どいてくれる、どいてくれる、うん、マジで土下座したら。ショックだな、あの島がなくなったの。確かに思い出深いね。なんかもうあの島だったら、うん、なんか勝手になんか出るイメージあったけど。そうなのよ、あの島なくなってからすげえ今怖いもん。ちょっと貴公な府中店さんとの歴史はあそこの島だったもんね。府中店もひどいよ。なんであそこで俺らがずっと打ってたしてたのにどかすなんて。ほんとそうよね。よくないよね。ひどいって。でも伊地知さんやっぱ角台取りましたね。やっぱりね、バイムジャグラーの角台っていうなんか、うん、僕はもうそこにすがるっていうね。なるほどね、安心感ね。小沢さんだってさ、うん、開いてんで行かれちゃってんだからさ。そう、なんでジャグラーにしたの？他の打ってよいんだよ、あなたは。違うじゃん、やっぱ他の台打つなら伊地知さんと一緒にじゃん。いや、今更いいです、もう一回打ってますから。あなた、あなた一回パチンコでやって負けてるからってジャグラーを戻ってきただけだから。それはさ、それはジャグラーの神様は怒ってるよ。何今、それでか。それでよ、それで調子悪くなってるから。あなた一回パチンコ挟んでから調子悪くなってるから、明らかに。なるほど。でこの間プライベートで行った時 何打ったんですか？ゲンさん、パチンコです。ほら、そういうことよ、愛してないよ、それは。ちゃんとあの、キコーナ平井店さんの会員カードも作りましたんで、私は。遅いですよ、僕もとっくに持ってますから。第一シーズンで作ってますから。あ、どうも。はい、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、おえ、来た。はい、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 オッケー、決まりました、決まりました。はい、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 誰だったっけ？え、誰だったっけ？はい、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 エレファンツです。エレファンツさん、はい、今は亡きだ。今は亡きエレファンツ、はい、いきます。ここ大事、ここマジで大事、マジでここ大事。よし、あー、なんかちょっとヤバそうだな。頼むよ。ほらな、あら、やーな予感したんで。俺は今、やーな予感したんで。これはちょっとやだな、ちょっとやだな。はい、すいません、どうも。今さ、小沢さん、うん、女性の方2人組がさ、はい、サイン書いてくださいって言ってさ、うん、携帯ケースに書きましたけどもね、はい、まあ、久しぶりですね、今コロナの時期で出待ちとかも劇場できなくなってますからね、うん、うん、久しぶりですよ、サインを書いたのは。そうね、すごく嬉しいよ。そう、本当に、まあ、すごく嬉しいよね。だから2022年のピスタチオに、うん、そう、サインを求めてくれなんていうのはね、うん、しかも本当ね、大
さんですって言ってくれてね、はい、何のってやってくださいって言ってくれてね、はい、本当全盛期の時の、はい、ファンの方みたいなね、はい、ちょっと私今2015年かなって錯覚したもんね。なるほど。ただ、うん、すごい丁寧というかすごい嬉しい話なんですけど、うん、まあ、あのカメラ回ってる最中にズカズカすいませんって言わないで入ってくるのは失礼は失礼です、ね、いやいいのよ、いいじゃないのよ、え、それは厳しいよね。まあ、だからそれはあのすいません今撮影中なんでっていう、うん、止めないスタッフもどうかと思うんですけどいいでしょ、え、本当来てもらって嬉しいでしょあなた全然嬉しいですよ、ね、今よだれちゅるちゅる垂らしてるでしょ。嬉しいですよ、それは嬉しいよ。一番そういうの好きなんだからさ。全然嬉しい。小沢さんちょっとさ、はい、最近ね、うん、劇場の出待ちがこうできなくなって、うん、あの出待ち禁止になってるからね今このちょっとコロナがあるんで、サインとかちょっとダメだということで、うん、けど昔はあったじゃないそういうのが、うん、出待ちね。なんか変わったお客さんとかさ、うん、変な出待ちとかに遭遇したことあります小沢さんは。変な出待ちとか、うん、変わった人とかに。でも俺その時お金持ってたんで、はい、恵比寿住んでたのね。あったね、一時期行きがって恵比寿住んだ時ね。そう、恵比寿住んでた時に、うん、そのライブで恵比寿住んでますよねみたいなことを結構言われてたの、うん、そしたらファンの方が恵比寿駅で待ってたことあるの。おお、恵比町。そう、恵比町されたよ。恵比町ね。うん、あの小沢が出てくるの見て待ってて。そう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 、恵比寿駅のホームであってさ、そのまま一緒に手伝いで帰っちゃったんだ家まで。いやいや、そんなことしないでしょ。あれちょっと怖かったっていう話なの。あ、違うの。そうよ、何を仲良くなってんのよ。あれ小沢さんよくそういうことしてなかったっけ。小沢さんしてませんよ。え、昔からそういうことしてたの小沢さんね。そう、よくファンに手出してた時代、うん、バカ野郎、ね、おい、それこそ変わった出待ちいなかったんですか。川出間。川出間、もう川出間いましたよ。川出間、どんな方。まあ、芸人のファンだからさ、うん、ちょっとなんかいじってくる人いるじゃん。うんうん、二十歳ぐらいの子かな、うん、女の子で伊地知さんにどうしても渡したいものがありますと、はいはい、リュックからわざわざ取り出して、うん、袋に入ってるものを入って渡してきたんですね僕に、うん、それビニール袋開けたらですね、うん、キャベツが入ってまして一玉まあいいんですよ、笑って終わらせれば、うん、いつもだったら笑って終わらせるんですけど、さすがにちょっとそのキャベツを持って帰るのは、うん、ちょっとその後も仕事ありますし、はいはい、荷物になるとちょっと違うなということで、うん、最初ちょっとみたいな感じで突っ込んでたんですけど、うん、なんかちょっとずっといじってくるんで、うん、マジでいらないわと、うん、かさばるから、うん、なんでですか、せっかく持ってきたのにみたいなこと言うから、うん、いやいや本当にいらないから、うん、それで考えてキャベツおかしいから、うん、いらないですって、うん、で本当にかさばるからやめてね、うん、じゃあかさばらなかったらいいんですかって、かさばらなかったらいいけどキャベツは本当にかさばるからやめてって、うん、そしたらなんかちょっと納得いかない感じで書いてたんですよ、うん、でまあこれはね俺も言うことは言わないと、まあ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 、まあ、俺悪くないぞと、うん、他の人はちゃんと丁寧にこう接しますから、うん、でまあ1週間ぐらい経って、うん、またその子が来たんですよ、うん、で並んでて、うん、もうちょっと嫌な予感してて、うん、また赤いリュック背負ってるんですよ、うん、来た瞬間にまたリュックをこう下げてゴソゴソやり出したんですよ、うん、もういいっていいって言ったら、いや本当は本当に違うんですみたいな感じでビニール袋で、うん、こう出してきたんですよ、うん、ほんでパッと見たら、うん、芽キャベツだったんですよ、ちっちゃいおう、かさばんないよ、かさばんないように、かさばんないよ、5個入ったちっちゃいパックに入った芽キャベツ出してきて、うん、で向こうでは上手だったんです、そのこれだったらガサバんないですよねって来て、うん、もう俺もガサバるからいらないって言っちゃったから。そうだね、芽キャベツ出された瞬間に光りました、ごめんなさい、ちょっと待ってよ、またオチの前にあともうもらってありがとうって帰ったっていうとこだけだったじゃんナイスタイミングですね。もう離さないよ、あもう焦りすぎてあーあーあーって言ってたから、もう離さないよ、すいません、光りました、ありがとう、よし、芽キャベツでどうしたの。え、芽キャベツで、いやもらって帰ったんだよもらって帰ったんだよ中国人みたいな、もういいわ、もらって帰ったんだよ、もういいわ
伊地知さんって結構そういういじられ方するよね。え、そうよ、意外と基本舐められてるから俺は。なんでなんだろうね。やっぱだって言うもん、俺の出待ちしてくれる人も、うん、これ本当に言う、小沢さん怖いってそんなことないよ。小沢さんって本当塩対応だからね。そんなことないよ。い別に小沢はね、本当にこれだけ言いたい、マジで天狗だった。あの時代は全然そんなことないよ。本当に俺は一人一人超丁寧に、うん、ありがとうございますだってのに、小沢マジで、うん、すげえ、すごいファンがいて当たり前みたいな時あったからね。違う違う違う、だから今こうなんだよ小沢伊地さん、それ違うわ。あれだ、本当にあったもん伊地さん。今しかも自分は丁寧だみたいな言い方してるけど。そうだよ。あ、光りました。うるさいんだよ光らせんな。ありがとう。もう二度と喋らねえよよっしゃピーク来た来た。ちょっと他の台見ます。あら、移動。じゃあ俺この台やるわ。お、これやるわびっくりした今、本当にタイミング悪く、この台やるわ。本当に決まったのかと思って振り向いちゃったからさ、俺こっちから出てきちゃって。これやろうかな。あーでもなんか怖いな、なんかなんかやだな。あれ出ました、怖いな。まさか伊地川淳二さん、やだなやだな。これ打ちましょうか。これ打ちます。決めました。はい、ちょっと怖いなこの台。どんな台ですか。ビッグ9、うん、バケ5、うん、合算149分の1。おお、今ゲーム数300。ああ大丈夫大丈夫。怖いな。いい、大丈夫って何の根拠で言ってんのかな励ましてるんじゃない、ね、励ましてんの。大丈夫ってさ、ねえ一言みたいに言ってるけどさどういう観点から言ってんのかな。怒ってるね。だったら負けたら出してくれって言ってもたどったら。怒ってるなそんなに不機嫌になるほど言ってんのあの人。こっちはもう相当入れてんだから今。どれくらいよ。4000円目。全然いいじゃない、まだまだじゃんちっちゃいよって思われちゃうよ。うちにそんなことしてたら、ちっちゃいって思われて出るか、うん、普通に心広いなと思われて出ないかだったら、うん、ちっちゃいと思われて出る方を俺は選ぶね伊地さん、まあ話しかけないでもらっていいもう話しかけないで勝手に何勝手に無断でさそんな話しかけるとき許可いらないでしょ別に。無断で話しかけないで、プライバシーだから。怒ってらっしゃるな。何、いやまあ言ってしま、あの言ってしまえばさ、我々もあのいろんな芸能人の方あったじゃないですか急に急に急に話がおい、光った光った、おー早っ、光った光ったよ、よかったよかった。これでこれで機嫌戻ってくれるわ。やっぱファンキーの光って鮮やかだよね。鮮やかよ、その光いいのよ。よし、ここ大事、マジで大事、マジ大事。よし、ビッグビッグ、よしいいぞ。あざは何あざは何、お話の続き何。あざ優しくなったな急に。あざは何、お話の続き。いや、いろんな芸能人の方あったじゃない。うん、一番感動した人って誰。あ、ジョニーデップかな。ジョニーデップ会ったことあんの。え、会ったことある。ないけど。ないんかい。ある人で言ってんのよこっちは。あー、もう一人だな。誰。お侍ちゃんお侍ちゃんさんだわ。なんで。いや感動だよお侍ちゃんさんは。なんで。現代にいたんだからお侍ちゃんが。ねえ、プライベートでもちょんまげ言ってるわけだから。そうよ。そのやっぱ芸人魂にやっぱうわーっと思って、やっぱ一番感動した芸人ちゃん。芸人ちゃんって言ってるじゃん。お侍ちゃんなんかな、ね、もうダメよ芸人ちゃんって言ってるじゃん。なに、お侍ちゃんと芸人さんが混ざってさ芸人ちゃんって言ってるじゃんもう。小沢さんは。私あのこの間明石家さんまさんの番組出させていただきまして。はい、あれ明石家さんまさんにお子さん抱いてもらって写真撮って待ち受けにしてるって話。そう。でなんでさ、え、全部言うのあれ、え、なんですか。 あの人、え、お笑い下手になったかな。なになになに、あの人、なんですか。全然話がさ、
さんま線あって、どちらのさんま線あって、いやだから、うん、子供抱っこしてくれて、それで奥さんが、うん、子供抱っこし行ったら、うん、さんまさんが可愛いなって言って、うん、奥さんがバカなふりして、うん、抱っこしてもらっていいですかって抱っこして、うん、小沢が写真撮って、うん、それを待ち受けにして、うん、実家のみんなに見せたら、うん、みんなで大盛り上がりだったって話の続き話で、だからそれなのよ。え、その後の話じゃなくて、ねえ、え、そんなね、芸人さんのエピソードトークのね、はい、オチ先に話すのね、はい、一石さんと黒柳徹子さんしかいないのよ何してんのよバカだよ本当に。だからさんまさんのやっぱすごいのがさあ、いや光りました、それ光ったんでちょっと静かに。何なんだよ光ってるんでジャグラーの番組なんですよ、すいません。頼むよ、ビッグ。普段さんまさんの方が上ですけど、うん、この番組ではさんまさんよりジャグラーの方ゴーゴーランプの方が上なんです。ビッグ頼むよ。いやここ勝負よ本当に。今1位だから、うん、はい来ました。でもすごいな、さんまさん。さんまさんすごいよ。嬉しかったか。嬉しかった、嬉しかったっていうか、なんかすごいよね、その子供に何かしらのパワー与えてると思うもん、やっぱり。その大丈夫、前歯出てこなかった？え、前歯出てきてない？大丈夫、全然大丈夫です。それはまだ大丈夫。なんなら歯すら生えてないから。まだ歯生えてないんだ。まだ歯生えてないです。ちょっとも、ちょっとも。そろそろ生えてくるのかな。そろそろか、うん、成長してますよ。ね、うん。はい、光りました。おい。息子の話で。おい。光る。バケ。最近でもよう釣りのお仕事してますね。破産しちゃうよ釣りで、こっちは。なんか釣り雑誌の連載みたいなやってない？やってますよこっちは。どんな記事なんそれ？連載ってことは毎月？2ヶ月に一遍ですね。どんな記事なん？どんな記事書いてんの？いや、俺は書くっていうかインタビューだね基本的には。はいはいはい。今まで僕が使ってきたルアーがこういうのがあって、こうこうこうでこういう風なのがありますとか、はいはいはい、吉本釣り部のメンバーにはこんな人がいて、うん、こんなやつエピソードがありますとか、そういうのを話すってやつと、うん、3回中2回は実況ロケって言って、お釣りに行くロケも入ってるんで、おまあいろんなテーマが毎回あって、うん、それを達成できるかとか、そういう釣りのロケをします。あら、ね、それがすごいんですよ。カラーで、うん、4ページとか6ページとか掲載されるんですよ。すごいね。僕の釣りの記事が、それプラス、すごいな、それプラス、うん、白黒なんですけど僕が連載持ってるページも2ページあるんで。え、何その雑誌一時さんしか出てないの違います、めちゃくちゃ有名なプロがみんないっぱい出てます。あ、光りました。ちょっとさ、すいません、タイミングよ小沢さん、さっきからね。いいね。あー、バッケ、競馬、競馬やばい。その実況ロケでの成果はどうなんの？まあだから釣りだからね、こればっかりは、うん、いい時も悪い時もやっぱありますよ。ほう、こればっかりはね、なかなか難しい。でも楽しいよ、最高に最高に楽しい。やっぱ釣りの話してる時穏やかだもんな。何がいいってやっぱりピンポイントでしかボケなくていいってやっぱね。あ、どういうことですか？気持ちの楽さがやっぱ、一日ロケしてずっとやっぱボケるわけじゃないから、うん、何個かこのボケとけばいいっていう、ボケに関しては。なるほどね。そうなんですよ。ちょっと今までどんなボケしたのかだけ教えてもらっていいですか？あ、ボケですか、うん、ちょっと一番受けたやつ。一番受けたやつは、うん、あの白目で釣りするって言って、うん、あのルアーをちょんちょん動かしながら、うん、ルアーっていうこの疑似餌ですね、はいはいはい、偽物の餌ですね、うん、それをこうつけながらちょん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 やりながら、うん、こうやって水の中をこうやって巻いてくるんですけど、こうやってね、うん、で白目向いてるから前が見えないんで、うん、そのまんま竿の先までルアーがくっついて、もう水中に入ってないのでずーっとやり続けてるっていうボケです。一応ボケたの、はい、それスタッフさん大爆笑。ちょっとさ小沢さん、何現場であんだけ受けたのにさ、うん、口で説明してこんな受けないことあるんですいやそりゃそうよ、やらせないでよ小沢さんやめてよ。いやそれ現場だったらおもろいんだろうなっていう。すいません、ぜひあの吉本釣り部という、うん、チャンネルで、はいはい、うん、
それ見られますんで、よかったら見てみてください、うん、あ、いいじゃないね。よかったですね。でもね、すごい釣り、あー、急に来た。お、なめった、なめった、なめったか。バケです。なめバケ、なめバケ。ちょっと飲み物買ってきていいですか。伊地さん、なんか飲みますか。あ、俺ほうじ茶飲んでるからいいよ。はい。あ、すごい美しい泊まり方してる。え、美しい泊まり方してます。美しい泊まり方、はい。タンチェが泊まりました。あら、はい。これもう待ち受けにしたいもんね、これね。綺麗ですか、鮮やかですか。これ本当綺麗、どのイルミネーションよりも綺麗。あら、ここ大事、ここ大事よ。うお、ちょっと嫌な予感してきたよ。嫌な予感してまいりました。22です今。嫌な予感してまいりました。バケビッグ2のバケ2。あら、チェキーということでね。今下皿はまだあるんですか。下皿ちょっとですね。ちょっとか。はい。お、めちゃくちゃ大事ここ。今ここめちゃくちゃ大事。そこビッグだったの、まあ気持ちにちょっと余裕出るね。ここビッグだったらいいぞ。行くぞ。はい、はい、うー、チェキー、出ました、ビッグ。はい、おめでとう。すいません、昔知ってるから、みんな、あの昔ありましたチェキっ子の決めポーズ、うー、チェキでお送りしましたけれども。あと1時間よ。でもそう、大事、こっから、うん、知ってるでしょ。何、うー、チェキーですよ、チェキっ子。いや知らんのよ。チェキっ子知ってるでしょ。チェキっ子って誰、メンバー。あの今言ったら、あの熊切あさみさんとかいたですよ、はいはいはい、センターがあの下川みくにのですよ。ごめんなさい、熊切あさみさんしか知らないですわ。下川みくに知らないの。ごめんなさい。ってことは下川みくに知らないってことは、うん、下川みくにのみくにクレイリーを聞いてなかったの。全然聞いてないです。知らないです、ごめんなさい、存じ上げないんですよ。下川みくにのみくにクレイリーを聞いてないの。聞いてないです。うわ、コンビ組むんじゃなかったわ。なんでこんなやつと。なんでやっぱちょっとバケが先行するとこういう戦いになってきますな。危ないよ。危ないね。でも大移動したくないな。でも結局これ設定じゃないからね、もう一つ二つのコツは。まあね、時間だから、時間が短いから、うん、もう波をつかむかどうかだから。うん、やっぱ1台目のアイムジャグラーの見切りも良かったっすね。あ、わかりました、頼む。大事大事大事、よし来た、ビッグビッグ。こっから伸びてってほしいね。左のマイナスがあるからね。ほんとよ。2022年こそ伊地知さんの結婚報告聞けるんじゃないですか。いや、皆さんもうしてるかもしんねえよ、この放送の頃には。光った、ちょっと光りました。うるさいよ。頼む、ビッグの気がする。ほれ、んどい。よし、枚数大丈夫ですか、伊地知さん。ちょっと危なくなってきましたよ。あれ危ない、まだまだどうなるか分かんないからね、ここからね。危ないですよ。でもそろそろ光ると思うんだよな。お、真剣モードになってきましたね。剣心どうも。え、剣心どうもに入ってきたよ、真剣モードね。はい、すごいね。あと129枚でだいぶヒリヒリさせるね。いや本当よ、マジで本当によ。ちょっとマジで伊地知さんの動向が気になるもんな、もうこうなってきた。だからマジでこんなことね、うん、2人でやっててあれだけど、うん、マジで視聴者小沢さんのこと見てないですよ。いや本当そうだよ。だからさっきから小沢さんが、うん、うわーとか、うん、あのよしとか、うん、ビッグだーとかやってますけど、うん、誰も感情移入できないですね。どうでもいいんですよ、うん、お前じゃねえから今、はい、マジでちょっとし、なんなら下手したら、うん、あの静かにしててもらっていいですかっていう思ってる人もいるかもしれない、もしかしたら、頑張って喋ってんのに。あー、109いった、うん、ずっとこんなことしてるな。ビッグで出して
飲まれてみたいな。あ、なんか喋りました、ごめんなさい、小田さん。はい、なんか喋りました。あ、全然喋ってないです。あ、喋ってない。うん、ごめんなさい、小田さん、すいません。全然喋ってないんで大丈夫ですよ。ちょっと今撮影してるんで邪魔しないでもらっていいですか。今小田さん収録中なんで。すいませんです。邪魔しないでください、小田さん。一応あのマイクと聞こえるようにはしてるんだけど。はい、極力すいません、小田さん。はい、もう関係ないんで勝負と喋んないでもらっていいですか。極力光りました。いや、やったあんた。光るんかい。光った光った。そっち光る。こっち300超えたわ、そのタイミングで。あれ、いやー、バケ、ほらこういうことばっかりしてる。エジスさん、あと30分らしいんですけど、はい、移動は考えてるんですか。いや、もう飲まれちゃうからね。うん、その人はちょっと考えるよ、飲まれたら。なるほど、見てる方全員エジスさんに注目してますからね。まあそうだろうね、うん、こんなにも残り129枚で苦労する。いや、だからここまで本当コンスタントに来てたのに。本当よ、最後の最後でこんなことが起こるね。いいね、ドラマだね。ちょっと勘弁してよ。なんかシーズン3始まって最初の方に戻りたいね。はい、ちょっと。あ、飲まれた。飲まれたんかい。はい、今ビッグさんバケ2だから、うん、ビッグさんここで最後にビッグ一発くればもう決まりなんで。決まったね。そうなんで、うん、ここマジで大事だからね。マイマイジャグジャグ、マイマイジャグジャグ、やめて。マイマイジャグジャグ、マイジャグ打ちたいけれども、マイマイジャグ、やめてやめて、もったいない時間が。何してんの。打たなきゃあと、あと1回 その今一番いいとこなんだから。見てる人が、いや本当によ、うん、あなたのダンス見たくないのよ別に。何よ、台変わってもらっていい。やだね、やだよ。小田さん、何言ってんの。台変わってもらっていい。何言ってんの。前代未聞のお願いしてる、こんな73回でお願い。やだよ。いや、でも可愛くないから。可愛くないから。可愛かったら変わるぞ。可愛くないんだ。もうダメよ。ダメか。ダメよ。何言ってんの。どうしよう。うわー、迷う、これマジで迷う。え？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 嘘でしょ。なんかいい台ありました？俺も移動しようかな、じゃあ。打つ？あれれ。朝一連チャンしてますね。ちょっとこの回転数からありそうだな。ねえ、うん、いいですよ。これ打てます。置ける、置けないか。端の方がいい。大丈夫ですか。一回置いてみて、無理そうだったらやめます。朝一連チャンしてる台だよね。朝一連チャンして今278ハマってるんで、はい、そろそろ引き戻すかなと。なるほど。もうね、私も余計なこと言わないですよ。ゆじさんの動向も見守るだけ。この20分はもうこっからもうあれだから、リアルドキュメントだから。いや本当そうよ。何でしょう、さらに流してほしいな。まだ負けないでじゃない。ああ、いいですね、まだここは。なるほどね。ご自宅で負けないでを流しながらぜひご覧ください。でもちょっと権利的に流せないんで。そうね、いきます。ふっと知った瞬間に視線がぶつかる、幸せのときめき覚えているでしょう。パースベルからあの季節に恋したあの日のように輝いてるあなたで言ってね。はい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 、負けないでもう少し。ちょっと待ってくれ、はい、サビはメロディー残ってないから。サビ残ってたよ今。サビ引っ張られてました。引っ張られてたよ。この人なんか変な才能あるなと思った今。サビはどうでした。サビ引っ張られてたね。だいぶダメか、オリジナル BGM。 やばいですよ時間的に。ここで一回ボーナスでビッグ引きはしまいだから。光りました。お、ビッグブヤバケ、ビッグバケ、すごくいい勝負してる。マジで危ないですよ。すごく楽しい。マジで光らない。おい、あ、61回100以内に来てほしい。お、来た、頼むビッグ。光った。光りました。61回。 お願いします、ビッグで。お願いします、教師来た。光った、しかも見て、光った、光りました。しかも見てください、
てください。まさかのこの締めくくりを飾っているでも見てこの輝き、おーレインボーに輝いている。すごいよこれは。綺麗。プレミアで締めくくる、すごい。よし、今ビッグ行きましたけども、うん、このまま終わったらいいんですけど、ここで大事なのがですね、うん、残り15分あるという。だからここでですね、うん、まあ、最悪打たないっていうね、うん、手もあるんですけども、それはダメよ。やっぱスタッフさんが、うん、もうリアルを追求しまくってますんで、はいはい、やっぱりあのここであの、うん、まさかの、うん、あの最悪の事態もまだありえるという、ここから打ち続けて、はいはい、うん、100何枚飲まれて、うん、流しだけで129枚いかないっていう可能性まだありえるわ。まあ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 、最後の一発やっぱプレミアでね、すごいよね、うん、どんなクリスマスイルミネーションより綺麗だったんじゃないかな。そう、プレミアすごいよ最後。すごい持ってます。もうね、はい、お、ありがとう。ほぼ確定演出です、これはもう。あら、これは大丈夫でしょう。光ってますか。はい、もう確定しました。はいはいはい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。一人スタンディングオベーション。ああ、ごめんなさい、カメラに引っかかってすいません、カメラに引っかかってはしゃぎすぎ、一人スタンディングオベーションやろうとしたらちょっとカメラに引っかかってしまいましたけれど、はしゃぎすぎた、すいません。多分今顔めちゃくちゃ焦ってたと思う。あ、すいません、すいません、すいません。はい、なんかもう一回ぐらい光りそうな気すんな。いいね。あ、光った。ビッグでお願い、ビッグでお願い。あ、ビッグビッグビッグ。うわ、バケー、もうずっとこんなことしてる。競馬、はいはい。おお、見てください、見てください、すごい。え、見てください、総動員してます、総動員。うわ、もう最後もあのパレード始まってる、パレード、もうパレードが始まった。あらら、すごい、すごいね、こんなことありますね、パレードです。おめでとう、すごい、おめでとう。みんなありがとう、応援してくれて、みんな。なんか最後にいい、いや最後すごいな、時間的にももう最後じゃないですか、これはやばい、うん、こんなすごいことあるね、素晴らしいね。お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、貴重な府中店さんでの実践が終わりまして、ありがとうございました。まあ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 、はい、結果的にね、はい、まあ、私も、はもう達成してたんで3333万、はい、今日のヒーロー伊地さんじゃないですか。そうです、ありがとうございます本当に、はい、どうでしたか。ヒリヒリだいぶ刺されまして、だいぶ胃が痛いですけれども、はい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 、見てるみんなもドキドキしてくれたんじゃないでしょうか。しましたね。最後の最後、残り15分で、うん、はい、からの怒涛のビッグ3連、うん、おめでとうございます。のおかげでですね、うん、583枚獲得しまして、うん、はい、見事3333枚達成いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一発目にあの光った時はどのようなお気持ちだったんですか。一発目あの、うん、最後ですか、はい、光った時には、うん、あ、俺持ってるなと、うん、まず感じまして、まあ、プレミアでしたもんね。そう、うん、感じまして、光ってて、はいはい、そしても残り10分、うん、もう一発光りました、うんうん、あ、これなんか起きるぞと、うん、そして最後ちょっと100回転ぐらい回しまして、はいはい、このまんま終わるのかなと思ったら、うん、最後、うん、全員集合、ね、集合、見事な、集合での、ね、はい、ありがとうございます。もうこうなってきたのも次回の本当にあのエトスパット、それこそは本当何打ってもいいという条件になりました。なりましたし、はい、もうもしかしたら小田さんいないかもしれませんけど、うん、そうですね、まあ私達成してるんだけど、そのなんだろうな、ちょっと早くだから、うん、本当にあいつやねえぞみたいな空気が出てんのよ、なんか本当に全然小田さんに達成していないんですけど、そうなんだよ、なんか最初やばいやばいってなってて、うん、そっからじりじり行けばよかったんですけど、うん、急に2000何枚取ってもう終わっちゃったんだよ、そう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 、なんかさ、もうちょっと番組のこと考えてみよう、ちょっとそれでさ、なんかさなんか違うぞみたいな空気出すのは違うよね、そりゃ。ほんでこっちだって必死に頑張ってんだから、こっちが行くかどうかの瀬戸際で、ああ、うわ
光ったとか、うん、うわ化けかってやってるさなか、小沢さんの、うん、うわ化けとか、うん、うわまたかって、うん、お前一個も入ってこなかった。いやそうよ、知ってるよそんなもん俺だって、だから気遣って最後の方は黙ってたんだよこっちは。でもね、心の中ではね、そうよ、小沢さん終始知ってるから、うん、頑張れと心の中で応援したけど、うん、やっぱその入ってはこなかったよね。いや知ってるよ、そんなで光った瞬間にこっちだってリアクションした方がいいんだからちょっとは言うよそらいらねえなと思ってる俺だって頑張ってね、仕事してんだこっちだってさ。ごめんなさい小沢さん。いやいいよいいよ、今日実際のめでたいからね、二人で達成ですから。いやおめでとうございます。ありがとうございます。まあまあね、次回からもまた、そうです、楽しみに。次回は逆にもしかしたらすごい面白いかもしれない。そう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 、いつもと違うイタスパトソーカスがあと2回見れますんで、うんうん、もうあの気持ちも楽です、ね、楽で期待できますんで、はい、というわけでね、皆さんぜひチャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いいたします。やったぜはい、はい、というわけでですね、はい、次回もまた見てね。ありがとうございました。